打ち込みは、囲碁用語で、以下の意味を表す。相手の石に割り込むような着手。手合割りを可変とする対局において、相手に勝ち越して、手合割りが修正されること。変に開いている、相手の石の間に割って入るように打つ手のこと。また星に対して散々に侵入するような手も、打ち込みと称される。相手の模様に深く入り込むのではなく、浅く望む手法は、 消しと呼んで区別される。相手の石を分断して攻める、相手の模様の嵐などの効果を狙って打つ手である。打ち込みという言葉は、主に第3戦か、第4戦に打つ手を指す。相手の模様に深く入り込む手であっても、中央に打つ手は、打ち込みと呼ばないことが多い。上辺黒1に打つ手が、打ち込みの一例である。黒の爪は、この手を狙っているので価値が大きい。 白が2とこすんで攻めてきたら、黒3から5と下がって、A と B の当たりを見合いにする要領である。右下黒1は、隅の完成寸前の白地を荒らす打ち込み。白に、4の押さえなら黒5と当たり、大きく、隅をえぐる。白は、根拠も失い、攻めの対象にさえなりかねない状況となる。白8は反撃の打ち込み。左下黒1は、 星に対する三々への打ち込み。以下黒7までと、隅に出来かけていた白地を荒らして、黒地とすることができる。また、蒸気のような使い方とは全く別に、相手に勝ち越して、手合いが治ることを、打ち込むと表現する。かつて行われた十番号などでは、4勝0敗、5勝1敗、などといったように4つ勝ち越すと、実力差ありと認められて、手合いが変更となった。 例えば、互い戦で初めて対局者 A が B に4番勝ち越した場合、次からは先合い、先で打つこととなる。こうした時、A が B を先合い先に打ち込んだと表現する。ただし、こうした打ち込み制度は、現在のプロ公式戦では行われていない。また、将棋では同様のことを、差し込みと称する。ありがとうございます。